どうも、えー、吉谷です今ですね、ちょっと仕事を少し終えて、今動画はちょっと、まあ有料会員の方の動画をちょっと作って、まあ今出力しているんで、出力のエンコードに時間がかかるんで、まあ動画を撮ろうかなと。で、その間ちょっと Facebook チェックしてたら、あのー、Shin さんっていう、まあライブ放送を一緒にした、してたりとか、あのー、まあ僕の、 えー、R34 マガジンの方でも一緒にそのタイアップしてあのライブをこう話して、まあ、アメリカに住んでた十何年アメリカに住んでた人なんですけどその人がフェイスブックであの声ダサすすぎるるみたい、ね、いなね叩てるわけですよ、ね、あの何がダサいかっていうとなんかその吉野家で2時間並んで380円を得する世界をこれが日本のソフトバンクユーザーだっていう記事に対して、まあ、ちょっと反論してる記事を見つけておおおもろいなと。 また切り込んでるな審査みたいなね。で、あの結論僕もソフトバンクユーザーでこれなんでこの記事に反応したかというと、実は僕金曜日吉野家で三百八十円の牛丼を食べたんですよ。<laughs> いや僕もね食ったんですよ。で僕の場合は全然並ばなかったです。普通に普通に食べて、普通にまあ並ばず普通に食べて、なんかクーポンこれ使いますかって言って。 あ大丈夫ですつって食べてでそのまま終わったんですけどまあまあ別に並ぶことなく普通に食べられたんですけど、まあ、380円の得するために並ぶ人うんうんで僕はですね別にこれなんだろうなまあ新さんはねこれはダサすぎるみたいなことをこう叩いてるんですけど僕は別に並ぶことは別にいいのかなと。 ただそっから何を学ぶのかかが重要かなっていう、うん、何を学ぶな何を学んでるのかなって要は多分並んでる人たちってその実は僕ねあのソフトバンク要はそのソフトあの吉野家の前で動画撮ろうと思ったんですけど。あの 撮影するスペースがちょっと微妙だったんでちょっと撮影できなかったんですけどこれ撮ろうと思ってたんですねあソフトバンクすげえ戦略してるなっていう要はただ並んでるだけじゃなくてこの並んでる人たちっていうのはただその380円が無料になるからとりあえず並ぶっていうっていうことで並んでると思うんですけどこれだと何も生み出せないんですよね結局うーんそのソフトバンクの戦略にはまってるだけであって ななんだろうなまあ僕もハマってますよただそのアイディアっていうのをやっぱあの僕はまあネットビジネスやってるわけですからあソフトバンクすげえなっていうでじゃあこのネタをネタをネタを使ってまあ動画も撮ってるわけですけど要はソフトバンクは僕ずっと使う予定なんですねまあ今もソフトバンクで契約してますけどやっぱ孫さんが好きっていうのがあって、まあ、インターネットインフラが広めてくれたのが孫さんでじゃないですか。で今回そそののソフトバンクってその 僕すごいなと思ったのがまあ、ちょっとねこれから契約すると思うんですけどそのパケパケですよねギガ盛りギガ盛りみたいなのをやりだして他にやってないやつをぶち込んできたんですよ要は今その通信速度の問題でその僕もそうなんですけどすぐそのパケット量をオーバーしてあの追加料金追加料金っつってで僕ライブ放送をその。 路上でですすするることとが結構あったりとかするんですけどその時にマ m a x も一応契約してるんですけどワイマ m a x の電波が悪いんで LTE の電波使ってデザリングでやる時もあるんですね。で前3万円ぐらい行ったんですよ。今日は超過しまし1回のライブ放送するだけで1ギガ以上食うんで1ギガとかまあ放送時間にもよりますけどでそうなってくると僕今契約してるのが8ギガ,8ギガプランなんですけど8回まあ6回ぐらいライブを 外でやったらもう即死亡なんですよ一回あの全国セミナーとかで回ってる時にデザリングで放送しまくったらもう3万ぐらいいっちゃって高みたいなねでも今回そのね20ギガプランをこう作ってきたわけじゃないですかギガ盛りみたいなすげえなーっていう他がやってないやつをやってますよねうんだからまあそのソフトバンクがやってる戦略ソフトバンクは少なくても あの AU とあドコモと AU があってでボーダフォンを回収してまあボーダフォン昔あったじゃないですかでボーダフォンを回収してソフトバンクにしてでえっともう正直後から参入じゃないですか完全なる後から参入ですよねで後から参入したのにもかかわらずユーザー数を新規で増やし続けてるわけじゃないですかでそれってすごくないですかそれって。 それってすすごいですよねよくネットビジネスって今から遅くないですかって完全にね携帯会社で後から参入して勝てんのかって話じゃないですかでもそれでも対等に au とかドコモに対等に戦ってるっていうのは僕はすごいなともちろんソフトバンクのいろいろな問題点もあるかもしれません でそのソフトバンクに対する批判とかもあるかもしれません。ただ僕は結果としてその後から参入してあの激戦区だってあそこしかいないわけじゃないですかドコモと au しか。<laughs> でも不動の地位を築いてるわけじゃないですか。でそっから後から参入してソフトバンクがね CM 戦略その白とけの CM 戦略とかいろんな戦略やってこう。 新規のユーザーザであとソフトバンクさんが昔すげえ叩かれたんですけどその広告で0円0円っていう広告をバカバカでやったことによってその注意を受けたみたいな国から注意を受けたみたいなのをやってましたけど、うん、まあ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 あのー、なんだ賛否両論あるかもしれないですけどやってることがすごいなっていうで今回その380円をソフトバンクユーザーにこのプレゼントしたわけじゃないですか広告広告費かとしてあれですけど。 そう何億ですよ多分おそらくソフトバンクユーザー何人いるかわかんないですけど380円何千万か何億なんのかなわかんないですけどね多額のお金を無料でこう提供したわけじゃないですかでなんかこれってソフトバンクが毎週なんかキャンペーンやるって言って今回はなんか吉野家のキャンペーンやったみたいなんですけど要は無料ですよね無料の戦略フリー戦略ですよね吉野家と多分吉野家となんかタイアップしてやったのかわかんないですけど すすごいいなと思います、うん、だからなんだろうなあのこういうサービスを利用して僕たちっていうのは今やっぱこういうサービスをやっぱ無料で利用できる環境下にいるわけじゃないですか。まあ例えば今のお話だと吉野家の、えー、事例ですよね。で他にも無料で僕たちって使えるんですよ。 ただ、その無料で使えるからって、それを活用する人がいないかなっていう。例えば僕なんかは、インスタグラムやってますから、まあ、一応、まだ写真アップしてないんですけど、撮りましたよあの。いつも吉野家でめ、僕、吉野家好きなんで、吉野家で牛丼食うと、必ず写真撮るんですね。で、写真撮って、インスタグラムにアップするんですけど、要はあの、飯食うのもコンテンツなんですよ、僕からすると。飯食ってるもの、その風景も、飯食ってるのもコンテンツで。 それを活かして、えー、それでまあインスタグラムだったらその同じ吉野家で吉木を食ってる人もインスタで写真アップしてますのであのそういう人たちにリーチすることもできるわけじゃないですか。だからその無料で使って得を得るまあこれンさんも書いてあるんですけどこのンさんのフェイスブックの記事であの目先の得を取り損してるやつは個性なしっていうのをこうまいなと書いてあるんですけど要は。 得をすることは悪いことではないんですけどそれをねか、あのー、かしててなないかなっていっう、うん、だってインターネットもぶっちゃけ検索すればまあインターネットのね固定プロバイダー料金はかかりますけどネットで今検索すれば無料でいろんな情報を手にすることができるわけじゃないですかでこれをうまく活用してる人がいないあと特に僕はいつも言ってることなんですけどスマホみんな持ってるじゃないですか。 スマホ持ってるっててるるるは写真もも撮撮れれし動画も撮れるわけじゃないですかじゃあ僕このスマホを活用してもうこの i p h o n e 6 s 1 2 8ギガに僕変えたんですけど数ヶ月前2ヶ月前かなぐらいに6月ぐらいに変えたのかなだけどもう3000本近く撮ってます4000本とかあのまだ公開してない動画1000本以上ありますしも,もっとあるかなはいだからまあなんだ めっちゃ活用してますよねでそこから収益も生み出してるわけですよね iPhone で撮影してうんだからまあなんかもったいないなって非常に思いますなんか今すごく便利な世の中にもなってるしなんかそれを活用してないっていううんだからね、うん、なんかやればいいんじゃないかなとは思うんですけど、うん、やっぱね 僕たちがやるべき、ネットビジネスでやるべきポイントっていうのはあの、情報を発信することなんですよ。情報、これしかないんですよ。情報を発信すること。顔出しできないんだったら、Facebook 記事書く。まあ、Facebook は顔出ししなくても、えー、顔出ししないでやってるチョコさんもいますけど、別に顔出ししなくてもいいわけじゃないですか。チョコさんは、あの、あの本名でやってる、Facebook 本名じゃないし、顔写真も適当だし、まあ、それでも。 ファンつけてるしまああとはなんだあのブログとかでもいいわけじゃないですか顔出ししなくても。うん、だから、ねまあ、情報発信どれだけするかっていうのがやっぱ本当に重要なことかなっていうこととあと日頃あるその普通に生きてなんかね僕思うんですけどうまくいってる人とうまくいってない人の。 そんなに日常って大した変わんないですよ。なんかうまくいってる人だけなんかいつもすごいことが起きてるのかっていうわけでもないと思うんですよ。ほととんんど普通だと思うんですよでも普通の日常をこう過ごしててもやっぱ捉え方だったりとかそれを得て情報を発信する人っていうのはやっぱ差が出てきますよね。別、う、に、ん、その これは違うよとも言えばそれは違うよっていうことによって確かにそうだよねっていう思ってくれる人も出てくるだろうしでも何も言わないと何も言わないと何も起こんないんですよ、うん。何も情報を発信しないと何も起こんないですね。これねジャパネット高田さんの、えー、この前 YouTube 見たんですけど、まあ、そこでもその伝える力伝えないといけないと。 で今伝える力を持ってる人はすごく少ないから伝えていく力はつけた方がいいよっていうことを言ってたんですけど伝える力ですよね、うん、で僕たちっていうのはその自由にこう喋れたり自由に文章を書けたりっていう媒体を持ってたわけじゃないですか,かそこで自分の意見だったりとか自分の主張だったりとか自由に発言して で、それに協賛してくれる人が集まれば、なんかビジネスにもなるし、なんかその、なんか大きいこともできるだろうし、うん。なんかこの発信するっていう、あ、終わった。今、終わりましたよ。出力が。いや、そろそろ終わろうかな、これも。ということで、まあ、あの吉野家のその記事を僕、今日もね、フェイスブックそうそうそう、だって僕も今日、今日、これ日本撮ってますね、フェイスブックを、 今日見てて感じたことっていうのをもう2つ動画撮ってるんですよ、うん、一番最初はアリン,あアリンコさんアリンコさんのフェイスブック見て感じたことこの動画を風呂場で撮ってで、まあ、その後またフェイスブックではこれ面白いなと俺も吉野家この前金曜日あのクーポン券利用したなと思って、うん、で、まあ、動画撮ってるわけじゃないですか でもほとんどの人って多分フェイスブックの記事見て終わりじゃないですか。うん。あはそうないいこと聞いたな。ああ、これ面白いな。終了じゃないですか。いや、それじゃ何も発展生まれないですからね。自己満足。まあ、自分の知識を入れてる、えー、知識を入れて満足し、知識を入れるだけでいいんだったらそれは別にいいんですけど。 僕は例えば本を読むのが好きです、OK、ですす別に何も言いますただそこで何か収益を発生させたいとか何かを変えたいっていうんだったらそれを情報を得た後何かこう発信していかないと何も変わらないですから、うん、行動が全てを変えれます行動が全て、うん、行動が全てを変えていくので自分の人生をどういうアクションをしていくのかっていうところですよね、うん、でそれが間違ってはよがあってよはどうでもいいと思うんですよね、うん だって100%の人間なんて僕いないと思うんですよだけどなんか100%を求めてる人が多すぎるかなっていう1兆円企業とか言われてるトヨタでさえね大企業のトヨタでさえクレームはあるわけじゃないですか絶対あるじゃないですかリコール問題もありますよね,ねすごい施設 すごいこと言うなトヨタ式なんとかっていう本も出したりとかして売れたわけじゃないですかでそんなんでもリコールの車出したりとかするわけじゃないですかそんなめっちゃ大企業が失敗をするのに一個人がね失敗しないわけがないじゃないですかだから別にやって間違っててもいいだろうしあのなんだ変なこと言ってもいいと思うんですよでそれがなんか間違ってなんかあのダメだったなと思ったら直せばいいしそうじゃないですかうん だトヨタはトヨタは何をするべきかっていうと車を作り続けることが仕事じゃないですかだからいろんな企画したりとかいろんな売れる商品開発してこう出す出していくっていうことが重要ですよねまずまずまずは。うん だからそのねトヨタさんの場合だと僕86をこうリニューアルして作って出したのがすごいなと思います今そんなにねそこまでスポーツカーやっぱ売れない中やっぱスポーツカーをこう入れるあとホンダさんも今度 NSX うリニューアルして出しますけどやっぱそういう企業の思いというかそのそんなにやっぱね利益は上がんないわけじゃないですかファミリーカーを売ってった方が間違いなく利益は出ますよね大衆に売れるわけですから。 スポーツカーを出したところで今そこまで売り上げは見込めないけどでもそういうものも作っていかないとやっぱり生き残っていけない、うん、いろんなニーズに,にニーズが多様化したこの市場でいろんな車種そしていろんな色バリエーションあとカスタマイズ、まあ、そういうのに合わせて、まあ、あの車,車を売ってるところはね頑張ってますけどうんはい、まあ、そんな感じですね、まあまずまとめると あの得をして何を学んで何をアクションするのかが大事ってことです、うん、だからその吉野家で380円の得をして並ぶだけで終わってたら人生も並ぶだけで終わりますよ、うん、<laughs> 人生も並んで終わりですよ、うんうん、だから仕掛ける側というか、えー、吉野家にならないといけないんです僕たちは吉野家にならないといけないんですソフトバンクにならないといけないんです一個人が。 要は吉野家は何を提供してるのか、えー、380円という安い値段で僕たちに牛丼を提供してくれてるわけですよねじゃあソフトバンクはそのまあ今回キャンペーンで無料でこう吉野家の,このね牛丼をプレゼントしてくれてますけど僕たちもそういうことができるわけですよまあ僕たち僕の場合は吉野家で吉牛を ね、こう吉木をこうプレゼントすることはできないかもしれないですけど吉木を作ることもできないかもしれないですけどこういう動画をたくさん作ることはできるわけですねあと記事も作ることもできるしうんだから並ぶんじゃなくて並んでもらう吉野家にならないといけないんですよ並んでもらうような戦略を立てられるようにならないといけないですね。 うん、じゃあそれはどっから持ってくるのかアイディアどっから持ってくるのかっていうとそういう企業さんがやってるキャンペーンだったりとかを見てああなるほどこういうやり方があるんだとじゃあ自分のビジネスにはどうやって活かせればいいのかっていうのを考えてそれを使っていくっていうことですよねで、うん、に成功してるモデル、えー、キャンペーンっていうのはあるわけですよ今回だったら、えー、吉野家の牛丼を380円無料に配ったらめちゃめちゃ並んだっていうこの結果がもう出てるわけですよねうん。 でこれはじゃあどうすればいいかなーってとこじゃないですか飯吉野家はちょっとできないけどじゃどうすれば並ぶんだろうとまあ基本はまあプレゼントだよなとじゃそのプレゼントをどういう切り口でやるのかキャンペーンをどういう切り口でやるのか今回のソフトバンクさんはソフトバンクユーザーのためにソフトバンクユーザー向けのキャンペーンなわけですであるならば本質的なのはあのソフトバンクが本質的に今回やったのはその 乗り換えを流出させないいいお客ささんんを流出せせななとまらせるっていううとだと僕は思うんですねなぜならキャンペーンの趣旨がそのソフトバンクユーザー向けのキャンペーンじゃないですかでソフトバンクを使っていただいている方に感謝の気持ちを込めてっていうことでキャンペーンやってますから例えば既存のお客さん既存のお客さんがもしいるんだならば既存のお客さんだけに,だけに今まで買ってくれた人だけに、えー、プレゼントを渡すキャンペーンを作ればいいし。 期間限定で今まで一つの一つでも商品を買ってくれた人に対してのプレゼント企画ですとで一般の方にはプレゼントしませんけど、えー、っていうことでやれば既存の買ってくれたお客さんに対しての、えー、なんだ信頼度っていうのはまた増えるだしファしそれをやったことによってまた新しい商品出した時に買ってくれるかもしれないじゃないですかうんっていうことですねはいちょっと長くなっちゃったんですけど、えー、動画の方これで終わりたいと思いますありがとうございます